はい、皆さんこんにちは。文房具たちの声へようこそ。今回も新しい文房具の方を紹介していきたいと思います。今回はですね、クラフト A さんのビワのですね、シャーペンの方を手に入れることができますので、こちらの方を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。そしてですね、動画の方不定期投稿となってしまい申し訳ありません。またですね、今動画を見てくださっている方、またチャンネル登録や高評価、そしてコメントをしてくださっている方は誠にありがとうございます。はい、ということでですね、今回のメニューを見ていきましょう。まずはですね、1、開封してみる。2、ビワについて。3、重さについて。4、実際に使ってみた感想。5、価格について。6、少し分解してみる。7、まとめという感じで今回も見ていきたいと思います。よろしくお願いします。1、開封してみるということで、実際に、ね、開封していきたいと思います。箱の右下にですね、クラフト A と書いてあります。裏は特に何も書いてありません。では実際に、開けていきたいと思います。よいしょ。はい、出てきました。こんな感じになってきます。はい、まずはですね、シャーペン本体が出てきました。こんな感じですね。はい、シャーペン本体、お、結構重いな。はい、こんな感じでシャーペン本体が出てきました。そしてですね、木の名前が書かれた紙ですね。こちら、はい、ビワと書いてあります。クラフト A さんですね。はい、これが入っていて、そしてですね、こちらメンテナンスオイル入っておりました。こんな感じです。はい、ではではでは、ちょっと、まずはですね、一番に感じたことですね。シャーペンの、一番に感じたことなんですけど、ちょっと木の香りがすごいです。はい。木の香りがすごくしました。はい。そして、木目が非常に綺麗ですね。こんな感じで。とても綺麗ですよね。はい。こんな感じになっております。はい。ということで、ちょっと2でビワについて見ていきたいと思います。ビワについてなんですけど、ビワはですね、バラ科ビワ属の常緑広葉でして、高さはですね、3メートルから10メートルみたいです。まあ、こちら写真見ていただくと分かるんですけど、結構でかいですよね。そして、当たり前のことなんですけど、ビワが実るということで、まあ、こんな感じのビワが実るみたいです。はい、そしてじゃあ3、重さについてということで、重さの方をちょっと先ほど測らせていただいたんですけど、19g という形になりました。はい、まあ確かに重いですね。はい、まあ 19g なんで、まあ軽い方かと思うんですけど、まあでもちょっとやっぱり重さは感じますね。 19g あるので。はい、そして4、実際に使ってみたということで、ちょっと実際に使ってみたんですけど、まずはですね、結構低重心です。低重心になっております。下の方がね、重いです。全然、圧倒的に下の方が重いですね。はい、でまあクリップ部分のですね、金属の重さが結構、グリップ部分のですね、金属の重さが結構あるということで、やっぱここの金属の重さは結構重いです。はい。上の部分、この木の部分はですね、そんなに重くはないんですけど、やっぱりですね、下のですね、グリップ部分は結構重いという部分があります。はい。そして、書き味についてなんですけど、書き味はそれなりに良いということで、とても良いっていうほどではないんですけど、それなりにいいんじゃないかなという感じはします。そしてですね、グリップ部分が滑らないので、書いていてストレスにならないということで、このちょっと変わったグリップなんですよね。はい、変わったグリップなんですけど、こちらのグリップ意外と滑らなくてですね、本当に書いていてストレスにならなくていいなと思いました。はい、グリップとてもいいなと思います。はい。そしてですね、クリップの方なんですけど、こちらですね。これちょっと面白いですよね。結構な、まあ、いろんなシャーペンが結構上の方にあるんですけど、なんか意外と下の方にありますよね。はい。なので、これはちょっと面白いなと思いました。またですね、一番最初も言わせていただいたんですけど、やっぱり木の香りがなんつってもすごいなと思いました。はい。木の香りがね、すごいするんですよ。なんか今まで多分買った基軸シャーペンの中で、なんかダントツで木の香りがします。はい。まあ、木の種類にもよるんかな。ビワの木だからかな。なんかわかんないんですけど、はい。木の香りがなんかすごくしますね。はい、ということです。次見ていきます。5、価格についてということで見ていきたいと思います。価格の方、税込み8140円という形になっておりました。価格で言うと結構高いですよね。はい、高いので、まあいろんな意見あると思いますけど、まあ高くてもね、意外とやっぱりそれなりにね、しっかりした木使ってると思いますし、木の香りもしっかりしますし、あとやっぱりグリップ部分とかも持ちやすいですし、はい、あと低重心好きな方は結構おすすめできるかなと思います。はい、ちょっと高いんで、なかなかね、手が出しにくいんですけど、まあちょっと試してほしいですね。はい、そして、6、少し分解してみるということで、まあ少しっていうか、まあ細かくは分解しませんよっていうことで、はい、なんとなくで分解していきますね。はい、まずはですね、まあクリップ、あ、すいません、まずはノック部分ですね。はい、外れてですね、こんな感じになっていて、で、はい、こんな感じになっております。そして、ここから、芯を入れる形になっております。はい、下の方なんですけど、先金部分も取れますね。
はい、先金部分も取れて、そしてですね、ここの部分も取れます。結構取れますね。はい、ここの部分も取れるようになっていて、回すとですね、結構しっかりと取れます。はい、こんな感じになっております。はい、よいしょ。お、ここ重い。やっぱりグリップ部分結構重いですね。はい、でそしてまあ、こんな感じで、ちょっとあんまり取っちゃうと良くないから、ちょっとあんまり取んないでおきますね。こんな感じで多分これも取れるんですけど、多分一応あんまり取んないでおきます。怖いんでね。で、木の匂いがすごい結構木の匂いします。はい、すごいですね。はい、っていう感じで、こんな感じで分解でした。はい、ちょ、まあ、こんな感じで分解。結構ね、他のシャーペンと比べて細かいところまで分解できてびっくりしました。そしてグリップ部分結構重い。やっぱりこう分解してみても結構重く感じますね。はい、7まとめということで最後見ていきたいと思います。まずはですね、書き味はそれなりに良いということで、とてもいいってことでもないんですけど、まあ、それなりにいいんじゃないでしょうか。はい、そんな気はします。そして軸は細身なので、小さい筆箱でも入ります。これ結構でかいですね。木軸っていうと結構太めのシャーペンとかが多いんですけど、これはですね、細身のシャーペンなので結構、小さい筆箱にも入っていいのかなと思います。なので小さい筆箱を使ってる方おすすめできます。はい、そしてですね、グリップ部分が、変わっているということで、先ほども紹介したんですけど、こんな感じでグリップ部分変わっていてですね、このグリップは結構重いんですよね。はい、このグリップの、おかげというか、性というかで、低重心のシャーペンが実現しております。はい、そしてですね、グリップ部分が持ちやすいってことで、はい、変わってるので持ちやすいですね。はい、そして木の香りが良いということで、木の香りがですね、今までのですね、生地の中で一番しました。正直ビワだからかもしれないんですけど、ちょっと、はい、木の香りが結構していいなと思います。はい、そしてクリップはですね、少し指紋がつきやすいということで、まあ、これはまあどの、シャーペンとかボールペン、まあ、文房具に言えることなんですけど、まあ、指紋がちょっとつきやすいかなという気はしました。はい、あんまりベタベタ触ると結構指紋がついちゃったりしますね。はい、そして、細身のシャーペンが好きな人におすすめということで、まあ、これは当たり前のことを言ってるだけなんですけど、はい、本当に細身のシャーペンなので、うん、細身のシャーペン、好きな方はちょっと一度ね、購入してみてもいいのかなと思います。はい、そして非常にシンプルなシャーペンということで、なんかシンプルですよね。もうどっからどう見てもね。はい、下の方が銀というか、まあ、金属になっていて、で上の方が木 でクリップとノック部分がまた金属になっているという、とてもシンプルな、作りでいいなと思いました。はい、ってことでですね、今回はクラフトAさんのですね、ビワの木の、シャーペンの方を紹介させていただきました。とてもですね、木の香り、とりあえず木の香りがすごいです。はい、木の香りがしてですね、また持ちやすいグリップ部分ですね。そしてこのグリップが重いので低重心になっているというシャーペンでした。はい、なかなかおすすめできます。ちょっと書き味重視の方にはあまりおすすめできないかもしれませんけど、ちょっと木の香りとか木を感じたい人にちょっとおすすめできるかなと思います。ちょっと下の方ね、木の感じがなくて嫌だなっていう方も いると思いますが、まあまあまあ、そういう人もまあいると思います。はい、まあ実際にね、僕もそうだったんで、最初はね、はい、下の方ちょっと金属でちょっと嫌だなという気はしたんですけど、でも実際ね、使ってみると結構意外と良かったりします。はい、そして結構これもグリップも持ちやすいですしね。はい、結構いいなと思いました。こんな感じでね、木目も綺麗で、はい、ビワの木結構おすすめです。はい、ビワの木おすすめです。はい、今後もですね、ちょっとクラフトAさんのですね、シャーペン、まあ、買っていきたいなと思います。他の木でもね、実際木の香りがするのかとか、いろいろね、また、比較とかしていきたいと思いますので、よければ、まあ、チャンネル登録していただけるとありがたいです。はい、これからもですね、いろいろなですね、文房具、シャーペン、そして最新のね、文房具も紹介していきますので、よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。